今日は、このレインウェアですねを、スタッフバッグに入れないで、収納する方法をやってみます。まず、レインウェアジャケットの方を、こうやって広げます。そして、袖をですね折りたたんで三つ折りですね、こんな感じで三つ折りにします。そして、カッパのズボンですね、パンツの方はですね、山の中で急に雨が降ってきたりとかすると、登山靴を履いたまま、このカッパのズボンを履いたりとかすることがあるんで、それを素早く行動できるように、ファスナー類は開けとくといいと思います。こんな感じです。で、この上着の、上に乗せます。そして、こんな感じで丸めていって、フードに収納すると、スタッフバッグを使わずに、簡単に収納することができます。